皆さんこんにちは。全陽堂山本整骨院の関口です。本日も動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。今回は首や肩周りの筋肉が硬くなってしまい、神経や血管を圧迫してしまうことにより起こる、頭痛を改善させるための効果的なストレッチをお伝えしていきたいと思います。では早速やっていきますので、ぜひ皆さんも一緒にやってみてください。まず胸をしっかり張ります。こちらの手を肩に乗せます。そしたら、反対側の手ですねを反対側の、頭の後ろに、押さえます。そしてこのまま左斜め下の方にですね、頭を倒していきます。そうすることで首の筋肉が伸びてきます。ゆっくり深呼吸をしながら10秒から20秒数えていきましょう。はい、終わったらですね、反対側も同じようにやっていきます。こちら側も、肩に手を乗せまして、反対の手で、反対側の頭に、手を乗せます。そこから、今度は右斜め下の方に頭を倒していきます。首周りの筋肉が伸びてきたところでキープして、またゆっくり深呼吸をしながら10秒20秒、数えていきましょう。はい、2つ目です。また、胸をしっかり張ってもらい、手を今度は背中の後ろに入れます。で、反対の手は反対の頭の耳のあたりを押さえます。そこからこちら側に頭を倒していきます。そうすると、首の横が伸びてくると思います。これもゆっくり深呼吸しながら10秒20秒、数えましょう。はい、終わったら反対側もやっていきます。今度はこちらも背中の後ろに手を当て、反対側の手で反対の耳のあたりを押さえます。そこから真横に首を倒していきます。首や肩周りの筋肉を、伸ばしてあげることで頭痛改善になりますので、ぜひ皆さんやってみてください。本日も動画をご覧になっていただき誠にありがとうございました。